はい、ではここから一度収録を再開して、またここからやっていきたいと思います。現在が81年目ということで、前回が確かゲーム内の時間で60年目くらいだったと思いますんで、約20年タイムスリップをしました。で、この間にいろいろと試行錯誤をしまして、なんとかですね、熊野主ですね、あいつに対する攻略法が1回しかね成功していないんだけども、見つかったかなということなので、ここから再開をしていきたいと思います。じゃあまずいろいろと資材とかね溜まってますんで、もう次の時代に進めちゃいましょう。で、この時代を進化させている間に、この間あったことをちょっとおさらいしていきたいと思いますが、この20年ぐらいね、収録飛んでいる間にですね、この通り、まず食料1万を超えまして、お金についても55万ということで、お金と食料両方ともだいぶ溜まりました。で、まあ熊が襲いかかってきて多少町を壊されるんだけども、その最小限に抑えてまた復興してということで、なるべくダメージが少ないようにうまく立ち回っていたおかげでこうなったんですが、まあそれ以外にもですね、下の方の、この辺の資材ですね、特にこの資材の関係が、この間だいぶ溜まってます。特にこの今カーソルがある部分ですね、布系のアイテム、この辺は一番レアリティが高いのがこの一番上の何だったかな、これ織物かな、布と織物と、上に上がっていくんですが、一番上のものまでかなりの数手に入っているので、今ねまだ建物のレベルが低いのでこれ売れる状況にはないんですが、この辺の資材を売ることができるようになればだいぶお金もねまた得ることができるようになるんじゃないかなと思います。はい、で、はいはい、あとですね、おっとイノシシたちが腹ぶって、嘘、ちょっとそれ聞いてないんだが、タンマちょっと、おい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 、聞いてないよそれ、ちょっと待って、おい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 、待て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 、いや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 、何個か壊されましたが、うん、まあまあいいや、多少はいいでしょう。多分町の時代に進めるとこのイベントが来るんですね。はいはい、まあいいや、あ、上の方にまだいるのか、で、それで、まあ、お金だいぶ余っているので、もう一回レベルを上げておきましょうか。はい。よしと。まあ、かなり建物が壊されたけど、ちょっと待って。戦わなくてもいい。いや、ダメだな。本当に、まあいいや。あまりいい滑り出しではないですが。まあ、しょうがない。で、町の時代に進んだので、先ほど壊されてしまったこのリサイクル屋を元に戻して、あとは人が足んないのか、まあいいや、はい、町の時代に入りましたので、まあこの辺のものが作れるようになったと。
で、家畜小屋、まあいいや、とりあえず1個ずつ全部作っておきましょう。はい。家畜小屋、それから、炭焼き小屋。炭焼き小屋小さいな。えいっと。ほんで、もうちょいでレベルアップするで結構時間かかるね、これ。そうか、病院が壊されたのか。もしや。おーい、おいおい。地震が起きた。そうっすか。で、ちょっと丸太を多少買っておいて、で、さっきな、病院が壊されちゃったので、それはやらしいから病院をもう一回建てておいて、よいしょ。あとは、何がない？粉引き場ある。石切り場が壊れたのか。石切り場、石切り場、いや、違うな。石切り場じゃないな。これか。はい、と。で、ちょっとやることが多すぎて困るな。なるほど。たくさん目標が出ているんだが、人がいない。人がいない。よし。で、多分人がそろそろ、よしと。また10人に戻ったので、新しい設備を利用するかね。この家畜小屋なんだけど、この家畜小屋は、必要な資材を投じて、まだ羊を飼育できるだけか。はい。そうですね。で、これで1年間時間かけて、毛をね、毛と多少なりお金をゲットできるという、まあ、設備ですね。まあ、後の方でこれお肉もね、確かイノシシを飼育することでゲットできるようになると思います。あと、今のうちにちょっと待って、これが元に戻ったんで、リフレッシュはずっとやっておいて、あとは、何が欲しいんだ？布を49個か。はいはい。まあいいや、作っておくか。もうですね、だいぶ、この幸福度か。幸福度が高いので、この目標でゲットできるアイテムもだいぶいいものが増えてきました。なので、この、目標もね、できるだけ積極的にクリアを目指してやっていきたいと思います。ということで、この辺の木材を加工して炭を作りましょう。一応この炭ができれば、あと製鉄所を作ることができるので、製鉄所を後で作ろうかなと思います。で、今のうちに、とりあえず今もうやることないよね、あんまり。はい、今のうちにちょっと新しく手に入れた発明カードを、一部紹介しておきたいと思いますが、確か前回までの段階で、銃はこの綺麗な銃しかなかったと思うんですが、使い込まれた銃という、もう一段階狩り速度が上がるやつがゲットできました。まあ、あとそれ以外のね、採掘とかこの辺も多少増えてるんだけど、まああんまりもう採掘とかしないと思うので、この辺はいいと思うんですが、それ以外はね、これか。石の目利きというやつで、これ石切り場で加工アクションするとたまに宝石がゲットできるというやつ。これが結構いいですね。まあ、この辺のおかげで、割とダイヤモンドとか、割とゲットしています。で、あともう一個ね、いいやつがあったんだけど、なんだったかな？なんだったかな？あともう一個、木の研究、違うな。あ、これか。木片のリサイクル方法というやつで、これは木材のね、加工アクションを行うと、それだけで、一緒に
通貨もゲットできるという割とありがたいやつで、あのこの木材ですね、この加工をやるとお金がゲットできるから割とあのお金もそれで貯まった感じですね、ここまで。はい、まあまあだいたい有力な発明カードっていうと、まあそんなとこかな。あ、そうか、あと繁殖期があったか。繁殖期の発明カードは使うとこの動物のね飼育のスピードが上がるというものですね。で83年になったんだけど、ちょっと待って、83年になったんだけどゴミを少し処理しないと。あとリサイクル屋はゴミを売るっていうアクションも増えました。うん、よし、炭が100個超えたので製鉄所を作りましょうか。まあとりあえず炭はいいや、この辺にしておいて。一応ねこの炭を作る場合に、あ、木炭か、正確には木炭作る場合に、まあ必要な資材はあの木材でもいいし、その加工前の丸太でもいいんですが、効率としては上の方の加工素材を木炭に変えた方ができる数が、よりたくさんできるという法則になってるんで、まあ、なるべくねいい木材を木炭に変えていくっていうような形でやっていきたいなと思います。確か今後割と、使うんだよね。そうそう、はい。で製鉄所ができまして、やっとですねこれまでずっと空気だったこの鉄鉱石ですね、この鉄鉱石がこれで加工できるようになったということなんだけど、加工するのに炭が欲しいのか。なるほど、じゃあ常に炭を作り続けておかないといけないねということですね。じゃあ人手が足りないな、人手が足りないな、まあしょうがない、畑仕事一人辞めるか。まあ、だいぶ建物ポイントが増えたのでもうちょっと建物を増やすことができるんだけど、まあいいや。よし、結構木材たくさん溜まってるんでこれを炭に変えておきましょうか。はい、でもって、一応説明してなかったんですが、この辺のですね、これまでの時代にもあったんだけど、下の方にあるこの樽とかベンチとか木の箱とかね、この辺は単なるオブジェです。はい。なので、まあこの道とかもそうなんですが、まあこれは建物ポイントにも影響ないけども、何の効果もないオブジェとなっていますんで、一応この村の時代では意味あるやつは、1,2,3,4,5 とこの釣り船までですね、あと下の方は単なるオブジェとなります。町の時代もこの下の4個はこれ単なるオブジェですね。んで炭がないんだよね。はい、高温維持装置、なるほど、素晴らしい、必要な炭の数が少なくなりましたと、いいですね。それでまあいいや、もう一人ちょっと手を止めて、お、効率よい木の並べ方。おお、素晴らしい。たくさん木炭ができるようになりましたと。まあ、この辺の永続の発明カードをたくさん手に入れていくと、まあ、より良くなっていくでしょう。さて、まあ、お金に余裕があるんで、もう一段階は町の中心をレベルアップさせておいて、町の時代レベル3までは、
上げておこうかなと思います。で、これまでよく気づいてなかったんだけど、一応ここですね、ここで収穫祭で使用する食料の数っていうのが確認できたんですが、今収穫祭で使用する食料の数が500なんですよ。なのでもうはっきり言って食料についてはね、もう1万超えてるので相当余裕があるという状態ですね。なんでまあはっきり言って食料も生産しなくてもしばらくいいじゃんということはあるよね。うん。でお金も44万あるから、まあ、かなり余裕ある状態。はい。製鉄所でより上の鉄を作れるようになりましたということなんだけど、一応これで、特にやることがないな。まあいいや。そうだな。はい。お、病気の感染が広がっています。収穫祭の時に、開拓者1人につき薬が2つ追加で必要になりますと。はい。いうね、たまにですね、この病気にかかるようになるというのが、まあ、この辺の時代から発生するのかな。まあ、一応ですね、まあ、これまで空気だったんですが、この病院で薬を購入して、1人につき2個欲しいって言ってたっけ、まあ、らしいんで、今10人なんで20個あれば、丸々1年間乗り切れると、ないと確か丸々1年間体力が落ちるのかなっていうデメリットもあります。まあ、今124個あるんで全然大丈夫でしょう。このために結構買っておいたので、で薬35個、ああ、いいね。これやっとくか、今のうちに。で、一応町の時代レベル3になったのはいいんですが、次、もう一回進化させると、今度は、都市の時代と。で、進化自体は3万6千だから、お金にだいぶ余裕があるんで、いいんだけど、さすがにちょっとまだ早いと思うので、次の目標をしっかり見てから時代を進めていきたいなと。で、次の目標としては、ちょっと待って。あ、いいか。薬買っておいて、都市になった時にこの研究所、教会、そして大きい家ですね。大きい家は1個作るだけで住人の最大数が3増えるという、まあ、最高の効率の家なんですよね。なのでできる限りまあこれに建て替えをしていきたいんだけど、建築コストが全然ないんで、この辺のアイテムをしっかり集めてからの方がいいね。はい。じゃあそろそろ、この鉄がだいぶ溜まってきたので、一度この鉄を鋼鉄に変えましょうか。はい。まあこんな感じで鉄にして、さらにその鉄を、もう一回加工するというような形でどんどん上の素材に変換していくという感じですね。で、あと炭があれば、炭じゃねえか、鉄か。鉄があれば、鉄があれば、木材もより上のものに変えることができるのかな。そうですね。木材も上のものに変えることができるんで、ある程度は上のものに変えておきましょう。はい。丸太を獲得する。結構、いや待て、しまった。よかった、気づいて。今84年じゃん。
はいはいはい。拡張？アクションのスピードが上がったのか。はいはい。ちょっと全員しょうがないから仕事止めて。80年の時に熊野主が攻めてきたので、さすがにもう一回すぐに熊野主が来るっていうことはないのではないかと思いますが、あとどこにいたっけ。まあいいや、こいつか。はい、まあこれでいいでしょう。薬買ってる人と、まあこいつはしょうがないな、手止めると。この人は、はい、荒ぶって、いると。うおー、たくさん来てんな。さすがにやばいな。来すぎでしょ。上の方は無視でいいでしょう。おそらく。よし、オッケー。ほぼ全員で攻撃してれば一応なんとかなるのではないかと思います。いい火力。まだ来てんのか。多分この来てる量とかも時代が進むと増えてるっぽいですね、これ。大丈夫そうだね。オッケー。じゃあ最後にこの上の方の攻めてるこの人たちを、人じゃないけど、まあ、こいつらを倒しておいていいでしょう。